翡翠小太郎の名言ラジオセラピー。翡翠小太郎です。こんにちは、伊藤直子です。今週もよろしくお願いします。前回ですね、本当イチャイチャしたいい感じの放送が、大好評ということで、今週もゲストにお越しいただきました。令和の坂本龍馬ことタッツン、そしてその愛する女神知恵さんです。よろしくお願いします。もう看板が大きすぎて毎回なんですけど、私でもネクスト翡翠小太郎っていう時もあるし、うん、まあ、いずれにせよ今タッツンね、いい感じで龍神のごとくタッツン株うなぎ登りですよ。やっぱり僕はその携帯電話でその最新機種の方が絶対進化してるじゃないですか。あ、確かに。でやっぱりその若い人たちのね、まあ、息子を含めて若い人たちの動向っていうのがね、すごく未来の兆しをね掴むのに一番なんかやっぱり今注目してるというかね、まあ、そういう意味でいろいろタッツンから教えていただきたいですね。とんでもないです。タッツン今何歳なんでしたっけね。31ですね、はい、ちょうどもうだ坂本龍馬でいうと31歳からの2年間が伝説の動きをしますから、一番、ね、亀山社長を立ち上げてっていう、こっからですよ、こっから一番盛り上がってくる時ですね。思います、翡翠さんのやっぱ一番盛り上がってるところは、まあ、今もですでしょうけど、あ、僕はその34の1年間でやったことでデビューできて、35でデビューできたのでね。そうなんですね。やっぱりその34から35っていうのが何もかも変わっていくタイミングでしたね。はい、あ、そうだったんですね、はい、ちょうど龍馬が死んだ翌年ぐらいの頃から芽が出てきたっていう、まあ、龍馬はね33歳で暗殺されちゃうんですが、34ぐらいですねからの1年間で、結構やっぱり変わる時ってその何もかも変わるっていうかね。うん、そうですよね、はい、劇的に。そうだよね、うん、だって去年の今頃こうなると思ってました？皆さん、ね、令和始まったよ、うん、イエーイみたいな、ね、多分ね、日本の夜明けをオリンピックでね伝えるんだって習さんは言い切ってましたよ、うん、去年の今頃ねすごくこうオリンピックっていう、そうだね、そこに向けて日本人が英知をって言って、ちょうどなんかまだ縄文、確か縄文からいよいよ古事記ですよって言い始めた頃で、そうそう、なんか不思議ですよね、1年経つとこんなにまたスピードも速いし、ちょうどねこの収録してる時の昨日が甲子園がね中止になったっていうね、ニュースがあって、でうち長男が中3なんですよ、うん、で全国大会春やっぱ中止になって、うん、まあ、中学生シニアとはいえやっぱ夏の全国大会も中止になって、うん、落ち込むだろうなと思ってたのね、うん、そしたらニュース見てうちの相方さんがね、うん、よしごーんつってモチベーション下げんなよって、うん、引き続きね野球を愛するっていうことは変わらないんだぞみたいなことを自分なりに超かっこつけて声かけたのそしたらよしごんが、うん、パパって俺まだ中3だぜって高校3年の先輩方の悲しみに比べたら中3の悲しみなんてちっちゃいよって言って、すげえ、俺が悲しんでる場合じゃないよとか言って、じゃあ走ってくるとか言って言って、みたいな感じだったの。なんか、あ、子供たちってもっと傷ついてる傷ついてるとか言ってこうね、もう私もなんて声をかけようかと思って、すごいなんか最初の一言大事とか思ってたのに、なんか全然、まあいろいろ悲しいのはあるんだろうけど、うん、強いですよね今の若い子たちは。周さんの息子さんだってもうほら床も皿だぜっていうぐらいお皿、うん、いろんな名言残してるけど、うん、俺はまだ中3だぜっていう、すごいね、すごくすごい、なんか今起きてることに子どもたちは決してこう大人たち責任を取れなんて思ってないんだなって、もう分かって生まれてきてんだなみたいな、そんなことを感じたんですけどね。進化の兆しをね、うん、こうやってどんどん若い子たちに、ね、その龍馬の生まれ変わりとか、まあ、イズムのようなものをこうやってこう
その世代ごとにやっぱこうなんか注入されてくるのかな、こう時を経て、うん、鬼滅の刃もそうだけどさ、なんかほら輪廻転生転生っていうのを、うん、こう時代をめぐって語り継がれる、ね、受け継がれるものっていうのがあるような気がしてならないんだけどね。私はその辺の真理がわからないので、まあ、今日は令和の龍馬にねそのあたりを令和龍馬に、ね、がっつり語ってもらう気で、翡翠さん全然話す気ないからねもうあのほらこたつ布団かぶってる受験生みたいな格好してますからね今日めちゃくちゃおしゃれでかわいい、ね、若い人はちゃんとおしゃれって言ってくれるよ、翡翠さんよかったね最初に お会いした時から私びっくりしたんですよね、うんうん、なんか私ってあの翡翠さんってこうねすごいベストセラー作家さんってイメージだったので、まさかこんな若くてシュッとしておしゃれでっていう人だと思わなくて、ラジオだからね、すごい今妄想が広がってますね、翡翠さんに対するね妄想がおしゃれでかっこいい、めっちゃ今っぽいなって僕も思いました。はい、そうですか。僕は服買うのが好きなんだよね、はい、あの洋服にはすごいこだわりがあって、奥さんにゴミ袋って言われてもやっぱすごいかっこいいジャンパー着てるしね、やっぱそう、その洋服にね着られてる感は確かにないのね、うん、好きなんだなっていう、うん、今日夏すごいあの着物またお似合いで、はい、ありがとうございます、うん、どうですかこの龍馬スタイル。いや合うよね、ありがとうございます。着物が合うよね、和顔なんですよね。お二人は結構、うん、あのお二人で活動することもあるんですよね。そうですね、そのパートナーシップの大切さを二人で伝えてる感じですか。そうですね、そうですね、その辺ね、ぜひ教えてほしい。よくぞ聞いてくれました。この二人は今ね、はい、もうイチャイチャガーデンでしたっけなんかもうなんか変わっちゃってる、もうパートナーシップの極意からやっぱこう私服がねこうこぼれてくるというか溢れ出てきたから、うん、それをみんなにこう、うん、お裾分けですかしてらっしゃるんですよね、もうね。いや、そのお裾分けね、うん、僕はすごく大事だと思いますね、うん、大事だと思います。その辺ちょっとね詳しく教えていただきたいんですけどね、はい、うんうん、2人で音声を配信するサービスをやってまして、うん、で中身としては、うん、最近2人が感じていることとか、うん、ホットな話題と、うん、まあ、もう一つは読者さんからの、あ、リスナーさんからの相談とかに、うん、答えるっていう形で配信してるんですけど、はいはい、うん、まあ、僕も知恵さんも人がどうしたら良くなるだろう、どういう関わりをしたらいいだろうってことを割と真面目に結構なんて言うんですかね、頑張って勉強して取り組んできた背景があって、まあ僕なんかは10年間ぐらい迷ってましたし、で自分自身も講座とかやるようになったんですけど、なんか勉強よりももうなんかその感覚になった方がすごい早いなってことに気がついて、感覚をもらうっていうこと、あ、なんかこんな軽くていいんだとか、あ、こういうふうに話し合えばいいんだとか、うん、あ、こんなふうに喧嘩しても大丈夫なんだとか、あ、こんなふうに落ち込んでも大丈夫なんだとか、その感じが目撃できたり聞けるっていう機会があんまりないと思っていて、その感じを感じ取れる方がすごく多くの良くなっていきたい人たちのためにいいんじゃないかなっていうことを、まあ、二人で話してて、結構そうなんですよ。あの僕も今でもまあそういうとこあるんですけど、はい、やっぱり学んでる時ってすごく、ああ、あの人はもう幸せそうな毎日を生きてるなって、もう悩むこともないんだろうなとか、いつも幸せそうでとか、で自分はこんなことに悩んでとか、一人になった時に、ああ結局こうやって責めちゃうんだよなとかなって、なんか別れちゃうんですよね、すごく。で日常とね分断されちゃうっていうのが思っていて、そうだよね、学ぶっていうと一生懸命にね、うん、知識を学んだり、ね、うん、いろんなセミナーを受けたりとかいろいろあると思うんですけど、やっぱ日常が大事だし、うん、日常をどんな風に楽しくいられるかとか、うん、悩むことよりこう楽しくいくこととか、うん、なんかそういう方がよっぽどこう日々明るくなっていくとかで、ね、うん、楽しんでいけるかなっていうのがあって、でそうだよね、で名前がガーデンって言うんですけど、うん、お庭に招くように、うんうん、あのティータイムのおしゃべりみたいな感じでやってますね。そうなんですよ。確かにガーデンって、うん、あの庭ってね、日常だもんね。そうなんです、うん、そこでは結構なんかこんな喧嘩をしたとか今こういう風に寂しいんだよねとか、うん、そういう話も結構してて、うん、そういうのに触れられるって安心になるのかなみたいな。なるほどね、はい、
その感じ、僕もそうすごく尊敬してる人とかから、うん、こんなことで落ち込んだりすることもあるよとか、うん、今はすごく楽になったし減ったけど、うん、調子悪い時もあるよとか、そういうの聞くと安心するんで、うん、あ、そっか大丈夫なんだなとか、うん、自分にもこういう気持ちがあっていいんだなって思えるんで、うん、まあ、講座とかもやるのはやるんですけど、うん、まあ、そのただひたすら、うん、まあ、等身大でおしゃべりをして、うん、みんなの相談に答えていくみたいな、うん、そういうのをやろうって言って、なるほど、ね、やってます。はい、その感覚を伝えるっていうところがね、うん、その、うん、情報感覚を伝えるっていうのがやっぱり新しさの一つあるんだろうね、うんうん、そうだよ。だってほら、うん、リズム漫才とかもそうだけどね、うん、流行るものってイグジットとかもそうじゃん、なんとか水産丸とか、うん、何みたいな磯丸水産ね、何みたいなあるじゃん。私は本当ついていけないところもあるけど、ね、軽やかさありますよね。そうそうそう、軽やかさあるね、うん、なんかね、軽やかなのよ。そう、軽やか、爽やか、温かくっていう、うん、すごくおば、昔で言ったらおばあちゃんの縁側みたいな、うんうん、大阪で言ったらおばちゃんが飴配るみたいな、まあ、あれは軽やかさかどうかだけどやっぱり昭和世代のね、うん、講師っていうのは何か学びやね、うん、その情報をできるだけ多くっていうね、うん、そのそういう感覚だったのが、きっとそのなんか日常幸せに来てる感覚を届く、うん、シェアできたらっていう感じに変わってきてるのかな。うん、その感じしますね、うん、やっぱり感覚今はまだ、まあ、僕の個人的な見てる感じなんですけど、うん、時代の移り変わりだと思うんで、うん、結構なんだろう、知識として学ぶこととか、うん、勉強することも半分ぐらいは大事だけど、うん、なんかもうそれが 100% だったのがもう半分くらいは、うん、今は感覚とか、うん、なんか一緒に触れるとか、うんうんうん、時間を過ごすとか、ね、うん、あ、こういう感じなんだっていうのが分かる方が早い気がするよね、うんうんうん、よくさ、この五感を育むなんとかみたいなのってよくね、うん、あるんですよ、講座っていうかワークみたいな、うん、でみんなノートを取って五感とはとかって書いてる時点でなんか五感じゃねえなと思うんですよ触覚とか言って書いてさ、なんか頭を使ってるみたいな、うん、なんかやっぱね、頭ももちろん使ってほしいんですけど、やっぱ大人子供って羊さんはよく言ってて、大人の頭でその未来を考えていくだけど、やっぱ子供の心でこう今を楽しむだから、うん、なんかそういう講座なりなんかその音声とかね、そう、うん、ありありとその状況が生まれてくる、見えてくる。ラジオが私好きなのは、なんかラジオはすごくそれがある気がして、うんうんうん、聞いてんだけどその絵がポーンって浮かんできて、自分もなんかこう そこにいて一緒に喋ってるような気になる、うんうん、分離がないんですよね、うんうん、すごくね、音声教材は好きなんですけど、うん、学校の授業とかもこれからもっと軽やかになるよなって思ってるんだけど、それがそこに対応しきれてない自分もね含めて、うんうん、オンライン授業とか言って、うん、ねえ、なんかわーいとかって一人で盛り上がってるとなんかええみたいになったりするでしょ、うん、ひすいさんももう打ち合わせとかも結構オンライン増えたんじゃないですか。そうだよ、まあ、増えたっていうか、うん、オンラインだけですね。でしょ、初対面の人とかとオンラインって、うん、なんか今までだとなんかちょっとどうなんだろう、まあ、このスタジオは今日ね、ソーシャルディスタンスメンバーということで4人ぐらいですけど、うん、なんかこう熱量とかあるじゃないですか、やっぱ一緒に触れるっていうことで、うんうん、なんか違いに戸惑ったりします。いや、それはそれで平気、あ、打ち合わせとかだったら結構平気ですね、うんうん、はい、初対面の人とはまだない、ああ、ないですね、うん、初対面の時どうしようってなるじゃん。これからほらオンライン婚活とか増えるらしいから、うんうん、新しい、うん、何で伝え合うのみたいなねえ、特に水さんなんか顔出し NG なのにさ、どうやってさだってオンラインラジオの時とかって顔出し NG、ああ、出してないですね、うんうん、だからなんかそんな積極的にはやってないですね、うん、はい、やっぱ翡翠さんってね、その顔出しはしてないんだけど、はい、もちろん大丈夫だし、でもその今まではこう講演会とかがあって、はい、そこで翡翠さんに生で会いたいみたいな、そこからよりなんか実際になってわーっていう、こうその熱量でこう、うん、縄文ぐるぐる、はいどうぞが始まってきた、縄文ぐるぐる、縄文エネルギーのお裾分けからなんかこうブレイクした人だなと思ってるのでね、うん、
ゃあこれからどういう風になっていくのかなって、オンラインでいかにこうその熱量が伝えられるかですよ。だからちょっと 軽やかにね、ひとりさん沈んでる場合じゃないよ、なんか沈んでるんですか、初耳の、うん、なんかもうあとはこの龍馬たちに任せてみたいに、今まだちょっとムーンってあの、ね、夏目漱石みたいに固まってるから縁側で固まってる猫のなんか飲みかなんか潰してるおじさんみたいになってるよ今本当に。まあでも、うん、引き続きねこうやってラジオもこう対面でね、あのできればひすいさんはこうゲストとの生まれる何かを伝えていけたらなと思ってるので、うんうんはい、この名言ラジオセラピーは名言ズームセラピーとはまたちょっと違うかなと思って、ズームセラピーだ、うんうんうん、でもイベントとしてはやってもいいかなと思うんだけど、なんかそこがね私まだ言語ができてないんですよ、うん、対面で会うしか伝わらないものもあるもんね。 それねなんかこう、うん、宇宙の神事的にどうなんですか宇宙の神事波動ですか。そうそう、まあ、でも波動だと思うよ。そう確かに、うん、全部波動だと思うけど、多分現在のテクノロジー的に、まあ、周波数が低いところも高いところも多分伝えられない、なんか CD になるときに、うん、音楽も低いところとか高いところでカットされちゃうじゃないですか。あの感じで多分 Zoom とかスカイプとかも周波数が全部を拾ってるわけじゃないと思うので、うん、そういう意味では伝わる情報は減るのかなっていうのは思ったりはしますね、うん、まずそれでも結構 Zoom 上で初めましてでも、うん、意外と全然大丈夫な感じも感じてますけど、僕とか知恵さんとかはそういうことがすごく多いので、うん、Zoom で初めましての人と会うことが多いので、令和型の人は平気なのよ、うん、ただ昭和型の人と一緒に会うときってどうもとかって行くでしょ、こっちがえみたいになるの、何なのこの人みたいな、このなんかね、あのこの場の空気読めよみたいな、うん、なってることがある。あのこの間お母さんたちの、ね、PTA の 初ズームでやりましょうみたいになったんだけど、10人ぐらいいたんだけど、どうもとかって言ったらなんか声高いみたいになってしかも顔出してる人私だけみたいな、みんななんか猫とか犬とかになって、こう自分の子供とかになってるから、うん、誰だか分かんないじゃんと思って、うん、顔出しましょうよとか言っても、いや今日ちょっと家が散らかってるんでとか言って、いや後ろにほらなんかあのブリッジとかね、富士山とか行きますよとか言ってるのは、まあ、やり方分かんないんでみたいなちょっとついていけなかったの。そうそうそう、まだそこまで浸透してないかもしれないですね、うん、お母さん方はそこまで浸透してない、会議する必要だってあんまり少ないから、うん、かそこまで うちのかみさんなんかもズームとかしないもんね。そう、なんかズームってね、うん、すごいえみたいになるよみんな、へ、うん、あそっか、かみさんはしないよ ね。まあ、息子はもうオンラインでゲームしてるから、うんうんうん、もう自粛期間中もめちゃめちゃ生き生きしてます。めちゃめちゃ、ね、それ楽しいだろうな。ね、ちょっと学校も徐々に始まってくるから、うん、ちょっとねその昨日たまたま制服着て、久しぶりに制服着て学校行ったんですよ、うん、おはい、久しぶりに制服着たら、父ちゃんちょっと制服着たら吐き気するわやばい、それさ、もう宇宙人じゃないですか。波動が変わったんだね、もうね、今まで着れてたものが。うん、でもね、なんかお姉ちゃんとかにも、うん、お姉ちゃんよくまだ人間やってるよねとかっていう、お姉ちゃんよく人間やってるよねその学校行かなければいけないとか、その成績を上げなければいけないとか、うん、そういう ねばならないがないんですよ。でそういうねばならないを生きてる人たちを、あの息子世代のね、その人たちはよくみんな人間ができてるなって感心してるみたいですね。すごい、それってもうあれですよね、自分たちと、まあ、大人、ねばならないを守って頑張ってる大人はやっぱ違うってことを自覚してるってことですよね。うん、なんかねばならないよね、うん、で今回そのコロナも来てねそのやっぱりその社会のねばならないがすごい打撃を受けてるんですよね、うん、会社に行かなければいけないとか、確かに、そういうその社会のルールの会社行かなければならないとかね、うん、会って打ち合わせしなければいけないとか、うん、何時に行かなきゃいけないとかね、そういうねばならないっていうのがすごく、その社会のねばならないを、うん、結構新型コロナがそこのねばならないを破壊してくれてってますよね、うん、確かに、うん、僕も本当に、うん、知恵さんともよく話したりするんですけど、うん、このコロナの期間で、うん、今までしなきゃいけなかったことが、うん、できなくなった人がめちゃめちゃ増えたなと思っていて、うんうん、会社に行かなきゃならない、うん、でも会社に行ってたら
なんだかんだ仕事やるじゃないですか、うん、周りの目もあるし、うん、なんか気まずいし、うん、でも自宅でテレワークとかリモートワークって言われても、うん、元から仕事をやらなきゃいけないって言ってやりたくなかった人は家だったらまずできないんですよね、うん、なんかそれもやらなきゃいけないが、うん、あもうできなくなってきてるんだなってすごく思うし、うん、なんか炙り出されてる感じはあるよね。そうそうそう、うん、パートナーシップでもあるよね。コロナ離婚とかさ、そういうことも出てきたけどさ、うん、すごい多いよ今おじさんからの相談が。おじさんなんだよきっと妻とどうやって向き合えばいいんだいってなっとりさんみたいなね。そうなんだ。うちのお店におじさんたちがね、うん、押すな押すなと相談に、ね、集まってくるんですね。そうなの。おばさんたちとね、 どちらかというとママ向けの相談が多かったんだけど、おじさんたちが、うん、増えてきたんですね、うん、うちの妻とねどうやって会話したらいいんだいって言って、だからもうガーデンを進めようかと思って。なんかもう今更って思っちゃうみたいですよ、うん、おじさんたちは、ね、うんうんうん、こうやっぱりいくつになっても変えていけるっていう、うん、そこの軽やかなところをねどうやったら出せるかってね、年齢じゃないよねってことを私は思うんだけど、年齢じゃないと思う、うん、なんかね食べ物でも何でもいいからこれ食べると軽やかになれるよみたいなの、ドラえもんないんですか。なんかひすりさんそういうのドラえもん21世紀のドラえもんだ。でもなんかそのねばならないだとね、うん、その、うん、そこからぬせっかく社会が抜けるのをねちょっと応援してくれる社会の中で、自分がその子供心を取り戻せるものをなんかちょっと夢中になっていくのがチームおじさんの手がかりでしょうね。そうそうそう、ね、バンドやる人とかいるじゃないですか。そう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 、ね、石井さんの友達でも結構バンドやってる人多いんですけど、うん、音楽なんかは本当にそうだと思う、ね、うん、純粋に楽しんでやれる、ね、そうなのよ、うん、恋ダンスよ恋ダンス今更ですけど再放送でねなんかときめきってい う, う, いうほら、うん、ね、今石井さんの本でもそうだけど、だ、ラスガツね、うん、人生最後の日にガッツポーズして死ねる、たった一つの生き方、そうそう、はい、でもうそうじゃない、あのときめきかける志でしょ。タツンがすごい熱弁して石井さん読んだ、タツンのブログ読ますもんね。あれありがとうございます。あれが嬉しくて私もうすごい拡散しちゃったの、うん、もうありがとう。ああいうの書いてもらえると嬉しいよね。石井さん裏褒め大好きだから引き続きやってくれる結構表だと思うけど俺はこれはその自己報告じゃないけど、裏褒めってほら人から回って聞いてくるの、聞いてそれを聞くのが嬉しいんだよ、うん、書きましたよとかっていう人はおいじゃんいくらでもタグ付けしてさ、うん、だけどこっそりとやってることを私がこう裏褒め裏褒め裏褒めみたいななんかそういうの嬉しいんだよね、うん、ってことはやっぱ伝わらないと意味がないってことだと思うんですよ最終的には、うんうん、どんなに裏褒めしてもずっと裏じゃ何だったのっていうこの3次元ではさうん、うん、どっかでこうピピピピッと伝わっていくことがすごい大事かなってそう思いません知恵さん。そうですね、そう帰るな帰らないっていうのはこのピピピピがいかに大事かってことよね。そうですね、うん、伝えて伝わって初めて意味があるんですか ね、うん、からね伝わらないことはね分かんないからあのパートナーシップで言うならば、うんね、社会ってやっぱりそのより自由な方向にとか、うんうんうん、そのより愛が深まる方向にとか進化の方向ってあるじゃないですか、はい、その変わって紆余曲折するけど必ず海に向かっていくみたいなね、うんうん、そのパートナーシップはどういう風に進化するんでしょうね。あそうですね、うん、僕そのさっきのひじさんのお話の、はい、そのねばならないがコロナで打撃を受けているっていうのは、はい、まさにパートナーシップでも起きてるなと思っていて、その本当に愛し合っていて、うん、普段から本音で対話ができているとか、うん、あ言いたいこととか嫌なこととか、うん、こうしてくれたら嬉しいってことができてるパートナーシップだったら、うん、多分コロナで旦那がずっと家にいるとか、うん、子育ての不安が奥さんがすごく大変になったってなっても、うん、ほとんど打撃受けてないんですよ、うん、そういう家庭って、うん、協力してこういう時はこうしようねこうしようねって言って、でお互い負担は増えるけども、うん、なんとかこの危機をどう楽しんで乗り越えていくかっていうところにフォーカスできてると思うんですけど、うん、さっき直子さんがおじさんたちがたくさん押しかけて相談が来てるっていうのは、うん、一緒に一番最初は愛し合ってたと思うんですけど、うん、やっぱり仕事で頑張らなきゃいけない、外に出なきゃいけないって言って頑張り続けたお父さんと、うん、家のこと頑張らなきゃいけないっていうのでそっちも頑張り続けたお母さんと、うん、まあ、そこの関係が断絶しちゃって、うん、根底では愛し合えたらいいなっていう思いはありながらも、うん、もう表面上は嫌いになっちゃってるような、うん、なんかね、うん、書いてこないしとか、うん、なんだろう、
あいつは家に帰ったら嫌な顔するしとかお互い多分あって、うん、その一緒にいなきゃいけないっていうところで向き合ってた人たちが、うん、コロナがそのしないなきゃいけないを破壊してるんだと思うんですよ今。なるほど。でそうするとその2人が一緒にいることでストレスが増えるはずなんですよね、うん、なんかこんなにマスクとか手洗いとかしっかりしてるのに、うんうん、なんであなたはそんなに手も洗わないでマスクもせず帰ってくるのよとか文句を言い出すと か、うんうん、なんか俺は家でリモートワークで仕事があるんだからお前子供の面倒見てろよとかそういうことになってるはずなんですよきっと、うん、たくさん。それってやっぱ夫婦の対話がお互い愛し合っているってところを確認するために起きていると思っていて、まあ、もしくは一緒にいることが二人にとってそれぞれ、もう卒業だなとかもっと自分らしい生き方をこの人じゃない人と一緒にやっていきたいなっていうのが、まあ、本心であったら、まあ、別れるってことになるとは思うんですけど、別れたとしても絆を、まあ、バチバチ言い合って深めたとしてもどっちにしてもやっぱり自分が幸せとか愛を生きているって方向にこれから進んでいくんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、僕と千恵さんもコロナが来る前ぐらいですけど、うん、2、3年前ぐらいですけど、まあ、そのバチバチをたくさんやってきたなというのがあるので、まあ、そういう形で一人一人が愛する人と一緒にいるっていうパートナーシップの形に多分ここから 2,3 年とか5年とかかけて、変わっていくんじゃないかなっていうふうには僕は感じてますね。千恵ちゃんはどうですか？そうですね、私は結構女性側の目線なんですけど、はい、なんかやっぱりこう我慢してやってきたこととか無理してきたこととかもしくはまあ旦那さんとかパートナーの顔色を伺ってしまう部分とか、うん、やっぱりそういうところってたくさんあったんじゃないかなって思っていて、うん、やっぱりコロナで旦那さんずっといてちょっと嫌だなとか、うん、なんで私ばっかり料理作んなきゃいけないのよとか、うん、あったとしたら伝えられるかどうかじゃないですか、うんね、やっぱりまず本音を、うん、言えないっていうのも苦しいし、本音を言ってもそれが伝わらないっていうのが、はい、本音を言える二人になって本音が言えた結果良くなっていく環境があればやっていけるってことだよね、うん、そう思いますね、うん、しかも最初のうちってやっぱりこう一番奥の本音は愛してるとかね、一緒にいたいとかかもしれなくても、うん、その上にたくさん不満が溜まってたりとか、不満が溜まってるよね、なんとこうしてくれないのよとか、うん、私ばっかり頑張ってとか、うん、たくさん表面は不満とか怒りがあって、うん、そうだねそれを取らないと確かにもっとこうしてくれればいいのになとか、うん、私一人で悲しいなとか、うん、なんかその悲しみもいかなくて、うん、でしかもそれも伝えられないと愛にはいかなくて、うん、なるほどね、結構喧嘩、不満を出し切らないと、ね、愛にたどり着かない、うんそうなんですよ。パンドラの箱みたいに、そうなんですよ、最初いろいろ開けちゃいけないっていう箱を開けちゃうと不平不満がどんどん出てくるけど、うん、最後に一つ残ってあなたな誰っていうと僕は希望だよっていうのがパンドラの箱ですけど、うん、その不平不満も全部出してあげないと愛にたどり着かないわけ。ああ、翡翠さんの名言も飛び出しました。パンドラの箱を開けていくと最後に見えてくるのが希望、パートナーシップのその先には希望があるっていうね。この後もまだまだ続きますが、今週はここまでです。緊急事態宣言もいよいよ解除に向かってまた新しい世界が始まっていきます。本音を出して元気いっぱいでご機嫌に過ごしましょうね。それではまた、バイバイ。このコーナーの提供は喜びの種まきプレシード、愛の折り箱や八坂がお送りしました。言葉って魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言えなかった。ありがとう、や愛してるを。今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて。
遥かの誰かが残した言葉が時を超え今も僕を励ますように僕らが語り合った夢や希望を未来を生きる次の僕らに渡せるといいなこの街に舞い降りる喜びや悲しみを言葉の魔法で何に変えよう素直に言えなかったありがとうや愛してるを今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて言葉って魔法だね夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね素直に言えなかったありがとうや愛してる切な人に伝えたい言葉に変えて伝えたい言葉に変えて